今回は源実朝の塗装計画についていろいろと考察していくぞ。実朝は一時的に政務から離れていた将軍だね。その通りだ。それとこのチャンネルではどこよりも早く鎌倉殿の13人に関する動画を投稿していくぞ。よろしくお願いします。話数が進むにつれて次の展開が気になる鎌倉殿の13人。今回は実朝の塗装計画を中心にいろいろと考察していこう。まず実朝が宋へと渡りたいと考えたことにはある理由があった。その理由とは宋へ行き幾王山を拝みたいという内容だった。ここでの宋の幾王山についてだが、幾王山は通称で、正しくは阿勝華王子だ。それで阿勝華王子は中華人民共和国浙江省寧波市に位置する禅寺のことだ。禅寺ってどういうお寺なの？禅寺とは禅宗の寺院のことだな。また禅宗とは仏教における宗派の一つで、大きく臨済宗、曹洞宗、大漠宗の3つに分けられるぞ。なるほどね、合わせて覚えておくよ。また実朝が幾王山を拝みたいと考えるまでにはある人物が深く関係していた。そのある人物とは陳和である。実朝と陳和との関係性の前に、まずは陳和とはどんな人物なのか解説していこう。陳和は鎌倉時代の日本で活動した中国南宋出身の高人である。出自に関しては不明な点が多いが、平安時代末期に宋から来日した。来日した目的は治承4年に焼失してしまった東大寺の再建を行うことだった。またその際に陳和は朝言に従い、焼損した大仏の鋳造と大仏殿の再建に尽力した。現代で例えると他国から派遣された技術者だな。なるほどね。実朝は陳和に大変興味を持っていた。実朝がなぜ陳和に興味を持ったのかは定かではないが、陳和の功績を聞いたことで興味を持ったとするのが通説である。陳和に対して興味を持った実朝は早速コンタクトを試みた。しかし陳和から返ってきた返答は意外な内容であった。陳和は実朝に対してどんな返答をしたの？陳和は頼朝は天下を取ったお方ではあるが、おびただしい数の人命を奪った方なので会いたくないと返答したんだ。随分厳しい返答だね。陳和の返答を聞いた実朝はショックを受けたことだろう。しかしよく考えてみると陳和の返答は確かに的を得ている。そのため実朝は陳和に対してそれ以上の返答は行わなかったとされる。実朝は完全に振られてしまったんだね。確かにそうだな。ただあることがきっかけで2人は面会を行うことになるぞ。え、そうなの？それであることって？それは実朝の前世だな。前世？憲法4年に実朝との面会を断ったはずの陳和が突然鎌倉を訪れ、時の将軍であった実朝に対して謁見したいと申し出てきたのである。なんとも突然すぎる内容ではないだろうか。ただこの出来事を実朝はとても喜んだそうだ。その後2人は面会するのであったが、陳和は意外なことを口にするのであった。それはあなたの前世は宋の幾王山の高徳な僧侶であり、その時私はあなたの弟子でした。今お会いして私はそのことを確信しました。この後は弟子としてあなたに尽くしますという内容だったのである。なるほどね。確かに実朝の前世が関係してるね。でも突然その話をされてみんなは驚いただろうね。記録には残っていないが、確かに周囲の人間は驚いただろうな。陳和の発言に
周囲の者たちはにわかには信じられない話だと思っていた。しかし実朝はすっかり信じていたとされる。ただ実朝が陳和の話を信じたことにはある理由があった。その理由とは、実朝が夢の中で一人の僧から自分の前世を教えてもらっていたからである。陳和の話を聞いて実朝の周囲は首をかしげていたが、当の本人は僧に対する思いが最高潮に達していた。その結果、実朝は側近たちに対してこんなことを言ってたとされる。私は僧へ行きたい。僧へ行って幾王山を拝みたい。僧へは一人で行くのではなく、自分と60人の従者と共に船で僧へ行くぞ。実朝の壮大な計画が幕を開けたんだね。確かに壮大な計画が幕を開けたことは間違いないが、困ることになったのは義時などの有力御家人たちだな。確かにものすごい大きな計画だからね。そうだ、だから義時をはじめとする有力御家人、それに政子が宋へ行くことをやめるように実朝を説得するが、当の本人は全く聞く耳を持たなかったと言われているな。実朝にとって大切な計画であり大きな野望だったんだね。実朝に対して周囲は何度も反対したが、最終的に実朝の決心は変わらなかった。最終的に実朝は巨大な船の建造を始めるのであった。また一説によると、実朝は船の建造をかなり急がせたと言われている。となると実朝はよっぽど宋へ行きたかったのだろう。それから翌年になると実朝の船が完成した。完成した船を見た実朝はさぞ喜んだことだろう。しかし完成した船の進水式を由比ヶ浜で執り行う際に事件が起きるのだった。その事件とは、砂浜の上にあった船を海上に引き出そうとしても浅瀬であったためか、その船は砂浜を離れることができなかったのである。一説によると、その状況を見た実朝は自ら指示を出し、必死に砂浜から船を動かそうとしたと言われている。しかし最終的に船は砂浜から動かず、船出に至ることはなかった。船が動かなかったってことは設計ミスとかかな。それに関してはいろいろな考察がされているな。まず光が言ったように設計にミスがあったという説。次に義時らが船を動かす作業を行っていた者に対して船を動かさないように命令していた説。一見すると船は完成しているように見えたが、実際は岩を船に模していた説などがあるぞ。それぞれの説を聞いて一番有力だと思うのは2番目の説だね。私もそう思うな。実朝の船に関する説はいろいろとあるが、当の本人はかなり落胆した可能性が高いだろう。最終的に実朝の塗装計画は失敗に終わってしまう。その後陳和などがどうなったのかは明らかになっていない。少し実朝がかわいそうに思えてきたね。確かに実朝は悪いことをしているわけではないからな。では実朝はどうして宋へ行きたかったのだろうか。確かに夢の中で起きた出来事から幾王山へ行き拝みたいと考えたのかもしれない。しかし何とも時の将軍が行う行動ではないような気がしてしまう。そこで実朝の生涯に注目すると、なんとなく答えが分かったような気がした。具体的に言うと、実朝は権力争いに翻弄された生涯であった。となるとどこかに安らぎを求めていたのかもしれない。そして実朝が安らぎと共に願っていたのは平和な日常だった可能性は高いだろう。そのことを裏付けるように実朝はある歌を残している。その歌とは、世の中は常にもがもな渚こぐ天の小舟の綱手悲しもである。この歌は小倉百人一首にも選ばれた有名な歌である。そしてこの歌は、平和な日常がずっと続けばいいのに、
という実朝の気持ちが込められた切なく美しい歌と解釈されている。じゃあ実朝は平和的な日常を得るために宋へ行きたかったってことになるの？それは何とも言えないが、私はそう思うな。うん、僕もそんな気がするよ。最終的に実朝の願いは叶わず、宋への船出が失敗した3年後、兄である二代将軍頼家の遺児公暁によって暗殺され、28歳という若さでこの世を去ることになった。もしかすると実朝は自分の運命をどこかで察しながらあの歌を歌ったのかもしれない。ただ陳和は過去に東大寺再建の際に自分の船を作ろうとして東大寺から訴えられている。そのことから考えると、実朝に造船を勧めたのは自分が母国に帰りたかったからとする説も非常に濃厚であるとされる。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。